よし、いきます。商品名が V ネックストレートダンスか、インマンが E-2602、E-2602 でございます。はい、ワイルが3色展開でして、はい、ブーちゃんが着てるのがグレー、はい、グレーです、うん、で手に持ってるのがブラック。結構ね、はい、並べてみるとグレーとブラックも違います。はい、はい、で私が着てるのはベージュの3色展開で、ありがとう、はい、でございます。はい、お値段いきます。じゃじゃん、3000円。イエーイ。でこちら、はい、11月18日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、はいはい、ではぐーちゃんにポイントを説明してもらうのと、はい、並べてお見せしてみる。そうです、並べてちょっとお見せしますね。うん、こっちがブラックで、こっちが何でしたっけ、グレーでしたっけ、何だって、何だって、何でしたっけ、ちゃんとした名称ってこと、はい、色を待ちよ。グレーですね。うん、私が着てるのがグレーです。こっちがブラックです。なんですけどちょっとね、色味が、一回暗くします。色味が分かりにくいかと、画面通してだと分かりにくいかと思うんですけど、こっちの方が深いです。ここの四角になってるここの色と、ここの色ってやっぱりちょっとね違うと思うんですね。こっちの方がより深いです。なので締まって見やすいのはブラックだと思います。はい、なんですけど、このね、線わかります、赤色の線は多分同じ色です。はい、同じ色で、ここだけがちょっとグレーじゃ、グレーとかちょっと深みのあるブラックかの色味の違いですね。はい、ぐーちゃん一回広げてお見せしてみようか。あ、そうですね、広げてお見せしますね。はい、一回もう一回切るね。はい、広げた方がわかりやすいですね。あ、広げるとやっぱ全然違うね。わかります？結構違う、両方かわいいけれど、はいですね。多分締め色は多分ブラックやね。そうですね、うんうんうん、ライトもう一回つけます。はい、ありがとうございます。という感じです。はい、ブラックもね、後でどっちか着ますね。はい、じゃあちょっとふーちゃんにコメント読んでもらおうかな。はい、よいしょ。あ、分かりやすく見せてくれてありがとう。あ、ありがとうございます。分かりやすかったですかね。よかったよかった。子供っぽくなりそうで難しいかな。子供っぽくなりにくいと思いますよ。ジャンスカでも結構ストンと落ちてて、ゆとりがしっかりあって、この V ネックとこの隙間もすごい広がってるので、綺麗めにも着ていただけるので、全然子供っぽくはないと思います。うん、私結構ね、レタスの中でも上位に入るぐらいの大人見えジャンスカやと思います。うんうん、結構生地が本当にねしっかりしてる、はい、タコ見えやと思う、だいぶ、うんうん、生地の厚み伝わるかな、結構分厚いんですよ。そうです、ね、裏地もねついてあって、うん、で若干この起毛感も若干なんですがあって、ほわっとしてるので、うん、あの体のラインを拾わずにストンと落としてくれるので、本当にこの秋冬あったかいですしね、うん、めっちゃ活躍すると思いますよ。はい、はい、中に着るなら何色がいいですか。私のやつですかね、かな、私のやつだったら、ここにね入ってるカラーだったら何でも合うと思います。うんうん、グレーやブラック、明るめのグレー、白、赤ですね。うん、ここに入ってるカラーは何でもトップス合わせていただきやすいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。カジュアルにも着れます。私結構今カジュアルを出てる気がする。うんうん、下スニーカーとかでも可愛いと思います。うんうんうん、はい、今ローファンなんですけど、うんうん、可愛いと思いますよ。うん、何色推しですか。私今着てる色が好き。うん、私も可愛いかな。何色やっけ、うん、これ。これちょっと待ってよ。ベージュや。ベージュですね。ベージュ。でもブラックも可愛いですけどね。うん、可愛い。引き締まって見えるのはブラックかな。あ、じゃあぐーちゃんブラック着てくる。はい。じゃあブラック着てきますね。着てもらいます。脇の隙間から中見えないかな。私はね、大丈夫。多分普通に生活しててそこまで大きくはないかなと思います。うん。ぐーちゃん大丈夫そうやった？何ですか？あの脇から中見えへんで。あ、見えなかったです。うん、だそう。ぐーちゃんぐらい細身の人でも大丈夫なので、多分大丈夫だと思いますよ。はい。あ、ノーマークだったのに欲しくなってる。かわいい、みゆさん。よかった、ライブできて。これ絶対皆さんお好きやろうなと思ってたんです。よかった。後ろどんな感じ？タイトめですか？お尻の形ピタって開くぐらいのタイトめではないですけど、フレアではないので、あの細見えするかつお尻の形はそこまで拾いづらい、ちょうどいい具合のタイトさです。はい、ジャンスカ流行ってるんですね。そうですね、ジャンスカよく見る気がしますね。
ちょっといっぱいいただいてるんですが、下行きます。すみません。みーちゃん、くるりんしてください。くるりん。毛玉になりそうですか。毛玉はね、多分気をつけていただいた方がいい素材かなと思います。ちょっと冬仕様の、あの素材感にはなっているので、伝わるかな。若干肝を立っているんです。なので、あの気をつけていただいた方がいいかなと思う。絶対できないとは言い切れない素材になっております。はい。みーちゃん、トップス、あゆみさんの黒のを着てほしいです。OK です。これ着ちゃってもいいですかね。大丈夫、大丈夫。あの、私、多分、ボートネックっぽいのを着るので大丈夫。じゃあ、それで着てきますね。みーちゃん、チャリ焦げますか、トントンさん。あー、これは焦げないと思うな。フェイント入ってるけど、さっきのよりかはね、生地が固めなので、私、ここまでしか上がらへんから、危ないと思います。おすすめはしないです。ブラックにブラックのワントーン、あ、ふーちゃんがしてくれてる。ダニー、ブラックにブラックにしました。タートル着てきました。中みーちゃん、暮らしなかなり似てますね。確かに時々見てくださる方がいる。みーちゃん似てる人多いですよね。そう似てる人多いと思います。うん、よいしょ。上から大きめのニットはちょっと、まあでも着れる、着れんことはないと思うんですけど、中に着ていただいた方が可愛いと思います。黒可愛いね。黒可愛いですよね。やっぱりこう締まって見える気がします。さっきのグレーと比べると、うん、締まって見える気がするのでおすすめです。はい。可愛いけど低身長は短く、あの布団短く見えるね。そんなことないと思いますよ、うん、全然ストンって落ちるので。はい、うんうん、ぐーちゃんは森脇葵さんに似てらっしゃいますね。森脇葵さんってどなたかな。女優さんかな。わからないです、ごめんなさい。ふーちゃん、スニーカー愛しじゃあ、あの後でスニーカー合わせこのまま後でしてきますね。ふーちゃん首長いから羨ましい。首長いとね、結構首しんどいですよ。はい、はい、さっきと色合わせは一緒なんですが、ちょっとぴったりめなニットに変わってくると、はい、まだちょっときれいめに着ていただけるかなと思います。岡部亜美さんのバックボタンのニット着てるんですけどね、ちょうどね、バックボタンが全部見える。見える。かわいい。計算されたかなっていうぐらい、ちょうど見えるので、このコーデめちゃくちゃおすすめです。はい。はい。かわいいです。うん。うん、ブラック大人見えしますねって。大人見えすると思います。うん。うん、かわいい。大丈夫そうかな？次のアイテム、いこうかなと思います。じゃあ、くーちゃん、ブラック